ボイスエーダービジネススクールのキャンパスツアーを紹介したいと思います。ビジネススクールは東側の建物と西側の建物、2つの建物からなっています。まずは西側の建物から見ていきます。西側の建物にはアドミッションオフィスやキャリアマネジメントセンターが入っています。まずアドミッションオフィスです。こちらでは受験生がアドミッションスタッフと面接をしたり、あとキャンパスビジットツアーやクラスビジットの際の、在校生との待ち合わせ場所によく使われます。こちらの扉を開けて中に入って待っていてください。で、次にキャリアマネジメントセンターを見ていきます。こちらでは就職活動やインターンシップの、情報提供だったり、レジュメの点検だったり、そういったサービスをしてくれます。次はコーヒーショップです。こちらハイランドベーカリーという名前で、コーヒーや、サンドイッチといったものを買うことができます。次に東側の建物を見に行きます。こちらは5階建てになっていまして、1階がコモンズという共有スペース、2階3階が教室、そしてそこから上は教授たちの部屋となっています。では建物に入っていきます。まず外廊下ですが、こちらベンチと机が置いてあり、授業の合間に友達と喋ったり、あとお昼休みにお昼ここで食べたりすることができます。では中に入っていきます。建物の中はこのように左側に教室、右側がガラス扉となっています。次にミーティングルームを見に行きます。こちらは小さめの部屋でして、授業のグループ課題をみんなで打ち合わせをしたり、あと実際に作業をしたりするときに使います。次にコカ・コーラ社の展示を見に行きます。ボイスエータビジネススクールは当時コカ・コーラの社長だったボイスエーター氏の寄付によって作られたため名付けられました。このように当時の会社の風景だったり、あとコカ・コーラ製品の、変化だったりが分かる、展示がされています。次に208号室という教室を見に行きます。こちらの教室は1年生 MBA プログラムの人には特に、懐かしい部屋になります。夏の間コアの授業を月曜から金曜まで、朝から夕方までここでみんなで一緒に受けます。次は MBA プログラムオフィスを紹介します。こちらは MBA プログラム全体を管理している場所です。でイベントだったり、あとどの授業を取ったらいいといったアドバイスをしてくれます。では次に1階のコマに向かって右側にはロッカーがあります。こちらには自分の荷物だったり、あとテキストだったりを置いておくことができます。またコモンズでは、こちらこのようにベンチとか、あと座るところがたくさんあり、お友達と、一緒に勉強したり、お茶をしたりすることができます。またこちらキッチンですけれども、キッチンは、よくお昼ご飯を持ってきた人が冷蔵庫に入れて、お昼時間に、電子レンジで温めて食べたりしています。またこの中には、自動販売機があり、飲み物のスナックを買うことができます。またこのようにコカ・コーラ社の製品がたくさん置いてあります。では逆側のコモンズを見に行きます。こちら左側に見えるのは昔証券取引所で実際に使われていた台になります。このように展示がされています。では次廊下なんですけれども、じゃあ廊下の左側は、ボックススペースといっていまして、みんなでここを、グループで打ち合わせをしたりする場所に使われます。次に、オーディトリアムという教室を見に行きます。こちらは学校の中で一番大きい教室でして、特に人気のある授業をここで受けることがよくあります。では廊下を渡って、外に向かって歩きます。
仕事が忙しかったりで、ビジットできないという人のためにこのビデオを作ってみました。何か質問とありましたら、日本人会ありがとうございました。